はい、先ほどね、こうやって、送信機のね、操縦の仕方をね、撮ったんですけど、なんかね、最後ちょっと操作ミスったのか、データがね、全部飛んでしまいました。なので、また、同じようなのをちょっと撮ろうかなと。はい、M2 になりますけどね、はい、じゃあちょっとこちらをね、またちょっとやり直した、はい、いいかな、じゃあ録画します。はい、録画しました、これでね、両方ともこちらも1ギガぐらいしかないんでおかしいんだよな。はい、いきます。モーターカット解除します。ちょっと待てよ、こっち頭の方にちゃんと録画してる。今度は大丈夫ね、はい、大丈夫なんでやります。ふう、最初ちょっとお辞儀してるんでちょっとエレベーターアップしてみます。アイドラップ1、はい、戻しての、はい、ループ、はい、マイナスでプラスに戻す、じわっと、はい、方向に行ったらアイドラップ2ターンします。はい、水平ロール、はい、戻す。モード2のままです。はい、行きます。はい、水平ロール、はい、もう今のはちょっとスピードは乗ってないね。アイドラップ1全開ループマイナスでのプラス、下げてのブレーキ、はい、ノーマル、ちょっとプロポに意識がいくと悪いな。はい、アイドアップ3、エルロンからの背面ターン、早いよな、うん、メトロの、遠いね、はい、サイドメトロ、ケツホバね、これ対面と間違ったりするんだよな。はい、ノーマル、うん、さっき、止め方もう一回こう切って
ターンしてスピード上げるけど止める、でも下ろす、こんな感じ。まあ、実際こんなスピードをねつけたまま止まることがないんでね、基本的にはまあ、あ、なんかやばいやばい、大丈夫か携帯、今なんか傾いた気がしたけど気のせいっぽいね、ちょっと意識があれだな、電池大丈夫か、こう来ての実際はじわっとエレベーター引いてマイナス打ちながら規則を壊す。エレベーターだけ引っ張るとどうしてもね上に上がってしまうんでね、はい、ホバリング、これまだ F3C みたいなね設定は入れてないんで、はい、下ろそう、はい、ホール一応モーターカットね、はい、以上になります。今度はねちゃんと、失敗しないようにちゃんと停止を押して、うん、でこの状態になってこれでねバックするとデータが消えてしまうみたいなんで、もう次へにして、うんでここでタイトルはまあ入れずにちょっと、まあ、非公開、非公開にして、で次へ、でここで、子ども向けではありませんにして、でも18歳以上とか関係なしで見れると、でアップロード、はい、これで多分消えないと思いますけど、まあ、これでやってみます。はい、以上になります。